またマグロ来た。もうマグロいい。帰って。戻って戻って。マグロ帰って帰って。マジでマグロ来た。ハリケーゼメラバ、エメレです。よいしょ。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、本日はご覧の通り、くら寿司さんに来ております。はい、もうくら寿司、最後来たの何年ぶりぐらい？いや、覚えてないよね。子供の時だったんで、記憶がありませんけれども。はい、僕ら、寿司に来れば毎回卵しか食べてなかった。あの時はね、お寿司が苦手でね。はい、まあ、でも今ではね、お寿司が大好きな兄弟になりました。はい。ということで、今日はね、兄弟のお寿司の限界へ挑戦していきたいと思います。はい、本日の企画、はい、MN 兄弟はお寿司何皿まで食べられるのかです。よいしょ。はい、目標、まあ、100皿目指していきましょうよ、せっかくなら100皿、OK、はい、俺も100皿、100皿、100皿、まあ、でも最低50はね、いかないと、まあ、とりあえずあの100皿目指して頑張るんで、皆さんも一緒に温かく見守っていてください、はい、はい、それでは後ほど、はい、ということで、店内にやってまいりました。そう、早速頼んでいきましょう、もう、本当に結構お腹空いてるよ、結構僕らこういうのね、あの機械音痴なんですよ、普通にここから取っちゃダメだ、ピックラボンやる最後に、するする、何それ、あのおもちゃが出てくるの、多分、ああ。なんかお皿で妹が言ってた、妹が好きそうなやつだ、ガチャガチャみたいなやつか、はい、まず何食べる、え、これってさ、回転寿司だからここから食べちゃうの、いや、それでもいいんだと思うけど、なんかこっちで頼んだら食べたいものすぐ頼めるから、いや、最初じゃあもうマグロから行こう、行きましょう、よっしゃ、どれくらいで来るんだろうね、じゃあもうちょっと頼もうよ、じゃあ、そう炙りチーズサーモンです、これを4つね、炙りチーズサーモン一番好きなの僕ら、じゃあさらにマグロも行こう、あ、来た、そんな早いわけやね、到着しまーす、取って取って早く、はい、だけすごいこれ、到着します、よいしょ、ちょっと待って遠いな、よいしょ、めっちゃ美味しそうじゃない、わお、いただきます、いただきます、まずはじゃあちょっとオニオンからいくわ、オニオンサーモン、え、全部かける方、そう、かけちゃってよくね、まあ、後でお皿分ければいい、やべえ興奮してきた俺、本当に今日ね、今お昼ぐらいなんですけど朝食べてないんですよ、このために、いただきます、マヨネーズ久しぶりだ、取るマヨネーズ、いや、良いよ、もう今日は、いただきます、うん、うまい、うまい、当店ではお客様に安心してお食事いただくために、うん、お呼びします、お呼びします、または終わったお皿どこに置く、終わったお皿は別々に分けよう、自分はこっちにやるから、エヌさんそっちに待ってる、じゃあこっから先エムラ、マグロ到着です、ちょっと二皿目突入、次マグロ、いや、ちょっともう一回オニオン、マグロいただきます、うん、うまい、おいしい、みんなはどんなネタが一番好き、これのこれこうなるから、これから、うん、ここまでか、まだこれしかないでしょ、あ、これ炙りチーズも好きなんですよ、やばくないそれ、超美味しいね、これいただきます、なんかエロくない、こっからもうひたすら食べていこう、もう食べていこう、ちょっとこのままだと朝までなっちゃうんで、ちゃんと醤油かけてね、ありがとう、これね、マジでチーズサーモンが美味しいの、僕、そう、一番好き、チーズサーモン、炙りサーモン、炙り、あ、そっか、マグロも美味しい、マグロはね、なんかあのタンパク質豊富だから、マグロが100円ってすごいね、そう、それね、え、確かに、すごいコスパ、本当に100円、うん、あ、サーモン来た、でもチーズ入ってないよ、いいの、ならチーズありのがよね、チーズとか太りそうだな、いいの、今日は、今日はいいの、マグロ、うん、うまい、うん、美味しいよね、うまい、マジで美味しい、止まった、なんで渋滞起きた、回転寿司渋滞、赤信号止まった、赤信号ってなんだよ、なんで止まった、こんなことある、エムレが食べ過ぎるからね、
俺らが頼みすぎて止まったんだ、多分。いや、そんなことないって。でもチーズって結構重いからチーズばっかり行くと止まっちゃう気がする。結構ね、今チーズのあれが来てる。また炙りチーズサーモン。どんだけチーズサーモン極めるんだよ。チーズ、ね、結構腹いっぱいになっちゃうね、お腹。どんどん頼むの。どんどん頼んでいこう。どんどん届いてきちゃったね。どんどん来たよ、次々に来る。はい、これ入んない。こっち置いとこ。よいしょ。またマグロ来たよ。もうマグロいい、帰って。もうマジでマグロはちょっと戻って戻って。いや頼むなって話だよお前。お腹いっぱいとかじゃなくて単純にちょっと気持ち悪いな。また来たよマジで。マグロ、マグロ帰って帰って。マジでマグロ来た。帰って。あ、ちょっとマグロ、こんなマグロ頼むなよお前。こんなに持てよこれ、マグロだらけだった。返そうよ。ダメダメダメ、返すな、ちゃんと食べろ。持てよ。調子乗りすぎた。調子乗っちゃったね。マジマジ、お前何してるの。俺頼んでない頼んでない頼んでない。卵頼んだっけ。頼んだでしょ、たぶん。口直しとして。キュウリから行こう。はい。僕ら結構絞って食べちゃったから分かる、うん、飽きちゃった。同じものばっか食べちゃって飽きたっていうか、なんかもう同じものやっぱ食べるとダメだよ、続かない、気持ち悪くなる。だからもっとサイドメニューとかいろんな種類食べていけば多分もっと長続きしたと思うけど、もう辛い。最後一つ本当に辛い。やばい。大丈夫？マヨネーズ抜けばじゃん。最後の一口。あ、入んない。入んない。ない。美味しいんだけどね。すんごい美味しいけど。僕らちょっと調子乗っちゃった。はい。はい。最後は入らない。いけ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 、もう終わったよ、オニオン食べなくてオニオン。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。もうやばい、これで限界です。ということで、何皿だ、ちょっと数えよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、合計50皿ぐらいです。今食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい、ちょっとね、あの同じネタばっか食べてたので、はい、結構気持ち悪くなっちゃって、ちょっとやっぱお寿司はね、いろんなものをサイドメニューとかも使って食べないと、うん、
ね、まあでもこれでもすごくない、僕ら外国人兄弟としてね、まあ、今日は挑戦しましたけど、結果は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、22、こっちも24だった。まあ合計50皿ぐらい、合計50、最初の目標は2人で100皿というね目標があった。売り切れるまでとか言ってたじゃん。これで売り切れてもおかしくないのに、やっぱさすがくら寿司さん、もう何頼んでも売り切れませんでした。すごい。ということで、まあ、目標の100皿には届かずでしたが、2人で50皿もね、僕らにしてはすごい。すごい。だって56キロだよ、僕56、7キロ。お腹いっぱいになったわけじゃないの。秋田だけ。マジでまだカレーとかなら食べれる。そう、他のね、ものも入れないと、同じものだけ食べると僕ら長続きしないんで。はい。まあ今日はね、2人で50皿完食いたしました。はい。本日も皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また明日の動画も楽しみにしてください。はい。また明日ね。また明日ね。やばい、このね、エンディング撮る体力がない。実は俺、マグロあったんだ。あ、みんなには内緒ねだよ。おい。やばくないこれ。これも2人で食べよう。なんかエンディング食べて。ダメダメ。最後の1皿2人で、オフカット。ちょっと、ダメだダメだ、みんなに見られたくない。ダメだダメだ。おほう。